はい、ではね、今 SD のササビーを作っていく時に使った、充電式のエアブラシの紹介をしていきたいと思います。エアブラシまだ触ったことないんだっていう方にもおすすめできるエアブラシなので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。はい、では今回紹介するのはですね、オーロックスさんが出されているハンディコンプレッサー&エアブラシセット、バージョン 2.5 でございます。はい、最高のコスパで高品質、そしてバージョンアップでより便利で使いやすくなったよっていうことなんですね。はい、こちらですね、こちらはですね、このエアブラシ、ここのね、ハンドピースのこのレバーと下のね、ここコンプレッサーなんですけど、ここのコンプレッサーの電源とかね、連動しています。連動しているので、こうやってわかるかな、ボタンを押しただけで一緒に動きます。コンプレッサーも動いてくれます。なのでこれを、コンプレッサーを別にね、スイッチを入れるっていうことが必要ないので、すごく使いやすいなと思いますよね。ちなみにね、こちらデザインも過去のものからリニューアルされて、そして内部も、改良され、より壊れにくくなりました。はい。こちらね、デザインめっちゃ綺麗ですよね。ツヤツヤピカピカじゃないですか。おしゃれですよね。そして高品質の真鍮製となっております。こちらは口径が、0.4 ミリとなっております。0.4 ミリのダブルアクションとなっておりますので、ここですね、ここの引き具合で塗料の出る量だったり空気の圧っていうのを調整することができます。自分でね、調整することができるので、これはねすごくいいなと思うんですよ。私的に初めての方でも本格的な塗装を楽しめることができると思います。で、このエアブラシセットにはこういったカップがね2つついています。このカップはここですね、ここです。ここと取り替えるんですね。ハンドピースのこの部分なので、このもともとついているこのカップでは小さいわーっていう方は、こういった大きいカップも使うことができます。はい、これを気軽に付け替えて、大きい面とかね、バーって塗っていくとね、こういうちっちゃいカップじゃ足りないわっていうことあるんですよ。なので、そういう時にこういったね、大容量のね、カップがあるとすっごく便利です。大きい面もね、バーっと気持ちよく塗っていくことができますね。で、ちなみにこちら、充電時間は60分ですね。60分。そして稼働時間は30分となっております。はい。そして重さはね、255g。軽い。軽いですよね、めっちゃ軽いよね。アルミボディで、軽くて高耐久となっております。軽いので長時間のね作業でももってこいですよね。疲れにくいということですね。で、このコンプレッサーのここなんですけど、ここくぼんでますよね。このくぼみがあることでこうやって持ちやすいんですよ。握りやすいので、これずっとこうやって作業しててもすごくね、安定して持つこともできるし、滑りにくいし、楽なんですよね。なので長時間の作業にもぴったりなんですよ。充電方法は USB を使えますので便利ですよね。そしてね、私的にめっちゃいいやんと思うのが、こちら充電しながら、使えます。 USB を挿して充電しながら作業することができるので、充電しながらだったらね、長い間作業し続けれるので、すっごい便利ですよね。これめっちゃありがたいなと思いました。私は稼働時間が30分だから、30分以内に作業を終わらせなければならないみたいなね、そういうね、なんか焦りとかも感じずにね、作業できるのはすっごくいいなと思いましたね。じゃあ紹介は以上となりますので、さらに詳しく知りたい方、このエアブラシ気になったわ、購入してみようかしらっていう方は、私のこの動画の概要欄に、販売ページ貼ってありますので、そちらに行ってぜひご覧になってください。ね、ハンディタイプなのでね、持ち運びがねめっちゃ楽ですもんね。なので好きな時に好きな場所で作業することができる素晴らしい。今回はオーロックスさんのハンディコンプレッサー&エアブラシセットバージョン 2.5
を使って、ガンプラを制作してみました。すごい楽しかったです、はい、そしてすごくねかっこいい出来になって満足です。じゃあ気になった方ぜひ販売ページ見に行ってみてくださいね。はい、ということで今回はこの辺で、じゃあね、またねー。